第8回ミケサビレディオ。はい、始まりましたミケサビレディオ。私がミケです。私がサビです。ミケサビレディオでは動物に関する気になるニュースを紹介しています。まずはフリートークのコーナー。今回のトークテーマはお気に入りのおやつです。お気に入りのおやつ、何かあるかな。なんか大体なんかお菓子買うってば同じの買いがちなタイプだけど、うん、例えば何個かあるけど、うん、でも駄菓子だったらあのわさび海苔が好き、うんうん、10円ぐらいのやつ。あ、そう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 、あの四角い海苔みたいな、うん、形の、うん、めっちゃ美味しい駄菓子系ね。うん、タラタラしてんじゃねえよとか、イカ、よっちゃんイカ、あーめっちゃ好き。なんか、ね、お酒飲まないのになんかそういう系のお菓子が好き。あめっちゃそう、 塩系っていうか、うん、なんか普通多分おつまみで食べてる人多い気がする。多分わさび海苔とか、うん、結構子供はあんまわさび食べないと思うからが好き。うん、大人になって大きくなってから食べるようになった。大量買いできるしな。そうそう、学生の頃とかも大量買いしてた、うん、駄菓子系ってことか。うん、なんかある？私はカプリコ。あー、めっちゃ食べてるイメージあるわ。ちょっと贅沢なチョコレートみたいな感じで、うんうん、こう、まあ昔からのご褒美ぐらいの感覚で食べてた。めっちゃチョコだもんね、うん、でも例えばああいう板チョコとかだったら、うん、と多分同じぐらいの値段だけど、板チョコやったらまあ多分何日かに分けてとか1回で全部食わへんけど、うん、カプリコは多分1回で全部食べる。なんかカプリコのさ、うん、頭だけのやつ、うんうん、は結構、うん、えあのなんかちっちゃいけど一口サイズのあのカプリコの頭のなんていうの、生地、うん、なんか独特な形してんじゃん、うん、あれの詰め合わせみたいな。食べたい。美味しい、めっちゃ。だからあのなんていうの、コーンの部分いらないみたいな人は多分おすすめ。本当チョコだけ、あの生地のチョコだけ。コーンか。カプリコのそう、その頭の部分ね、まあ、白と、まあ、多分ピンクがあって、うん、白の方の味が好き。ホワイト、うん、ピンクはイチゴか。ピンクはイチゴ、どっちも美味しいけどね。うん、まあ、本当なんか高級感が自分の中である、うん、普通のミルクチョコありそうでないもんね、うん、でこぼさずに食べるのが難しい。絶対に無理。あれは絶対にこぼれる。プロ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 なっちゃうやんな、うん、クズすごいもんね。うん、あれめっちゃ好きなんやな、カプリコ。なんかアイスクリームみたいなさ、まあ、見た目やんか、見たらそれでチョコであの量をこうがっつり頬張れるっていうのは、まあ、ちっちゃい子供の時とかやったらなかなかちょっと無理かな、うん、チョコ好きだもんね。うん、チョコがいいかな。そんな感じですね。皆さんはありますか、お気に入りのお菓子かお菓子やな、おやつ、うん、うん、ということで。はい、一つ目のニュースを紹介します。久しぶりのニュースです。そう、明けましておめでとうだ。そうだ、明けましておめでとうだ。そう、ちょっとね忙しかって。そうね、また今年、はい、頑張って再開しますんで。はい、よろしくお願いします。はい、第10回は生放送できたらいいなと思ってます、うんうんうん、はい、はい、
じゃあ一つ目のニュースを紹介します。世界最高齢の犬スパイクにギネス認定、23歳。ギネスワールドレコーズは米オハイオ州で暮らす23歳のチワワの雑種スパイクを世界最高齢の犬に認定した。スパイクはオスで1999年11月生まれ。ギネスによると世界最高齢に認定された昨年12月7日の時点で少なくとも23年と7日間生きてきたという。現在の飼い主に飼われてから14年近くが経つ。飼い主のリタ・キンボールさんは2009年食料品店の駐車場に捨てられていたスパイクを見つけた。ギネスが20日に CNN に送付した声明で明らかにした。見つけた時のスパイクはとても苦しそうで、首の周りには鎖かロープによるものとみられる血のシミがあったとキンボールさんは振り返る。食料品店の店員から3日間ずっとそこにいると知らされて、自分の農場に連れて帰ることにしたという。スパイクは車に飛び乗ってシートに座った。まるでどこに行くのか分かっているようだったと報道向けの発表文でキンボールさんは説明した。ギネスによればスパイクという名は漫画トムとジェリーに出てくるコワモテの犬のキャラクターにちなんだもの。実際のスパイクは体こそ小さいが大型犬のように振る舞うとキンボールさんは明かす。ギネスはスパイクの体重を約 5.8 キロと発表。他の動物からの度重なる攻撃を生き延び、その都度強くなっていったと述べた。スパイクの前に最高齢とされていた犬はロサンゼルスに住むジーノ・ウルフで、認定時の年齢は22歳と52日だった、うん、とのことです。おお、じゃあ記録大きく更新したってこと。うん、300日以上更新したってことね。もっとか、400日ぐらいか、300日ぐらいか。うん、写真がさ、うん、ね、記事に載ってたんだけど、うんうん、かわいかったよね、うん、23歳。チワワは、あ、チワワやんな、チワワね。チワワはそんで結構長生きするってことなのかな。なんかこういうギネスって、まあ、まあ当然世界やからさ、うん、あれやけどさ、なんかイメージ的に大体海外やんな。うん、前のあの前もさ、うん、あの猫のやつ紹介したよね。チワワの寿命は何歳ぐらい？大体13から16歳。おー、すごいな。じゃあだってあのトムズ・ジェリーのさ、うん、あの犬めっちゃ怖いやん名前の由来のね、うん、牙出してるようなさ、うん、いやかな、あれ、あれと同じなの。でかい犬やんな。分からん、あの首輪ついてるやつ多分イメージは多分それから、なんかあの骨骨ワンワンやったっけ。ああ、そんな感じのゲームのさ、うん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 、ハンってか噛みついてくるさ、あの犬、うんうんうん、あのイメージかな、うん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 、でもちょっと違うな。え、そうだよ、ただ顔怖いだけだよ。あ、そうやんな、あれの顔怖い版やんな、赤い首輪してる、うん、確かなんかめっちゃあれ、 あれやんな、あのこの、トムとジェリー、ジェリーの方になるのかな、 猫はトム、トム、トムのめっちゃ敵みたいな感じやんな。うん、喧嘩してるよね。そういうことか。でも体重とか 5.8 キロってさ、思ったより軽いやんな。うん、やっぱ小型犬やったら、小型犬だからね。でも体こそ小さいけど大型犬のように振る舞うっていう強さをやっぱ持ってるっていうのかなやっぱそれがそこまで長生きするあれなんかもせん、なんか臆病ってイメージがあるもんね、小型犬って、うんうんうん、ね、でもなんかそんな感じじゃないや。やっぱ外でこう一人ぼっちの時期があったから、うん、強くなれたみたいな。9年間もすごいよね、うん、そっからこうやって出会って
成長できたって、うん、感動しちゃうよ、うん、っていうことでしたはいはい、じゃあ続いて2つ目のニュースです。乗客は犬だけ、アラスカを走る犬専用バスに世界が注目。アラスカにある人口わずか968人のスカグウェイという都市で、世界から注目を集めるとてもユニークなバスが走っている。そのバスは犬専用のお出かけバスで、飼い主は一緒に乗車しない。犬たちの乗車の様子を捉えた動画はまるでフィクションのようで、現実とは思えない光景だ。バスが飼い主の家の前で停車すると、一人で待っていた犬は尻尾を振って嬉しそうにバスに乗り込み、スタッフの人や他の犬たちに挨拶、そして慣れた様子で自分の座席に着席して安全用のハーネスをつけてもらう。この犬専用のバスを運営しているのはモーマウンテンマッツという個人会社で、モー・トンプソンさんと旦那さんのリーさんが夫婦でドッグウォークサービスを提供している。2人は毎日バスで犬たちを家まで迎えに行き、リードなしで走り回れる場所へ連れていく。1回のドッグウォークにだいたい12匹の犬が参加し、犬たちはバスに乗ると決まった席に座るようトレーニングされている。席の位置はそれぞれの犬の性格や年齢、マナーを考慮して2人が決めている。若い犬たちは固まって座り、移動中もお互いをペロペロして遊んでいる。犬たちがバスに乗っている可愛さ全開の動画は SNS で大きな反響を呼び、再生回数は900万回を超えている。モーマウンテンマッツのインスタグラムはフォロワー数37万人の人気アカウントで、超絶可愛い乗客ワンコたちの日常を見ることができる、うん、とのことです。うーん、そもそもやっぱすげえよな、そのワンコだけのバス、うん、めっちゃすごい、うん、なんかスタッフの人、まあパッと見1人か2人ぐらい、うん、まあ、運転してる人とスタッフの人みたいな感じだったけど、うん、もう自ら自分の席分かってみたいな感じだったもんね。なんか本当に賢いよね、うん、ワンちゃんがさ、うん、仲良くしてみんなに、そうそうそう、すごい動画可愛かった、うん、まあ、またインスタとかのね、あれもまた概要欄にちょっと貼っときますんで、うん、すごいね、なんかあのなんていう、普通の幼稚園バスみたいな、そう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 、の犬バージョンみたいな感じで、ね、お迎えに来てね、うん、来たよみたいな挨拶もしてて、そう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 、みんなで、みんなで普通に乗っていくから、うん、でもめちゃくちゃいいよね、やっぱ、うん、こうドッグウォーク、うん、行けるっていうのは、だ飼い主の人たちが動かなくても、うん、連れてってくれるっていうことだもんね、うん、なんかね、自動お散歩みたいな感じやんな、うんうんうん、ワンちゃんたちもね、運動できてストレスがたまらへんってことやもんね、うん、言うたらで、なんかリードなしにその走れる場所があるんでしょ、うんうん、いいよね、うん、かもなんかみんな仲良しみたいな感じで、うん、ね、その 犬の世話が上手なモーさんの評判は職場で広がって、次々と散歩の依頼を受けるようになったっていう面白いよね、うん、そう、元気チームとおっとりチームにグループ分けして効率よく散歩をしていたって、ね、でどん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 クライアントが増え続けて で,、ね、で旦那さんにもう無理って助けを求めたみたいな感じだねなんかちゃんとね、ワンちゃんの性格とかも考慮して、うん、なんか散歩とかしてるのがすごいなって思った、うんうんうん、でもめちゃめちゃ好きなんやろね、うん、やっぱそこで喧嘩とかしちゃったらね、うん、危ないしね、もう普通の人間とかじゃないからね、うん、言葉って絶対、まあ、通じにくい部分がやっぱあるから、うんうんうん、それを
こう制御さすっていうか、それはすごいね。絶対猫だったら無理だよね。でも帰ってきたら傷だらけみたいななってそう。無理そうな。で 毎日っていうか定期的に多分そのインスタとかでもさ、うん、動画を公開してるから、うんうん、なんかそういうのも見れて楽しいよね。ね、うん、めっちゃなんかこうおとなしくこう席に座ってるのが可愛い、うんうん、こっち見てんな。そうそうそう超絶可愛い獣脚ワンコの日常を見ることができるっていう、うん、最高の歌い文句、なかなかしようと思ってもできる人いないんじゃない、うん、こういうことを、うん、なんかそれこそしつけとかさ、うん、そういうのめちゃくちゃ徹底して上手な人じゃないとさ、うん、厳しいもんね、うん、だってあの何だっけ、まあちょっとこの書き方やったらさ、バスが飼い主の家の前に停車すると一人で待っていた犬はっていうのがすごいよね、うん、尻尾を振って嬉しそうにバスに乗り込むっていう、うん、自らも普通に普通に乗ってくるってことやろ、ね、人間やったらもう親がいて見送ってみたいな感じやけど、うん、これの場合やったらもう自ら乗ってくる。でも一応座席をちゃんとねこうやってねこうあれで縛ってるよねちゃんと、うんうん、だからもう暴れないようにちゃんとなってて、このもともとこのワンコちゃんたちがあの賢すぎるっていうのもあるかもしれないけど、おとなしいもんね。めっちゃ大型犬から小型犬までいるもんね。小型犬ではないか、うん、中型犬ぐらい。でもこの辺ね中型小型ぐらい、うんうん、これはでもぜひねちょっと見てほしいよね、インスタね。めちゃくちゃ可愛い、うん、結構ね動画も動画っていうか、うん、ね、インスタにね、うん、結構写真とか動画がたくさん上がってるから、うん、見た感じほぼ毎日1日1投稿してるって感じなんで、うんうん、ぜひこれはねちょっと見てもらえればってな感じかな。うん、はい、いい感じで久しぶりに何ヶ月ぶりか分からんけど、いつぶりなんだろうね、ラジオしたの3ヶ月ぐらい経ってるかな。そんなには経ってないんじゃない、ちょっと分からんけどね。経ってるでしょ。経ってるかな。いろいろありまして、うん、またね今月から、はい、また張り切って張り切って再開していきます、はい、よろしくお願いします。はい、私たちはツイッター、TikTok、うん、まあやってるっちゃやってます TikTok も私たちは、まあ、主に Twitter で、うん、TikTok はちょっとだけかな、うん、もやってます。概要欄に載せているのでぜひチェックしてください。そして皆さんからのお便りも募集してます。質問やこんな企画してほしいなど何でも OK です。メールアドレスは 0707.sui@gmail.com です。もちろん YouTube でのコメントでも大丈夫なので、たくさん送っていただけたら嬉しいです。お待ちしております。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次回のミケサビレディオでお会いしましょう。バイバーイ。